んにちは、レミチューブです。プロ、プロの本当にプロ、プロ野球。いや、砕ける私絶対お腹って勝手に私も思ってたよ、そう思ってたから、お腹が大きいんだもんね、腰って思って、もう本当にいや、もうやめてくれっていうぐらいずっとスイング、スイング、スイング、スイング。最悪の下痢で、でわーってトイレ行ったらもう12時並んでるみたいな。あ、最悪や、うん、もうダメ、もうダメ、もうダメっていう感じだったかな。もうそれがずっと、もうそれがずっと、わーって、わーって、寒気、寒気、寒気がするよね、ほんと。わお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 、私は内側からエイリアン絶対出てくると思った。もうお腹ごともぎ取れるんじゃないかなって思って、いないいないいないと思って、バーンみたいな、バコーンバーンってなってた。ほんと痛かった。お腹に来たんだね。全然違うね、みんな違うね。ということで、今回は私たちママ3人で陣痛の痛みを例えてみました。妊娠中の皆さん、怖がらせてしまったらごめんなさい、ごめんなさい。陣痛の痛みは人生で経験したことがないレベルの痛みでしたが、赤ちゃんも一緒に頑張ってるんだと思うと乗り越えられた気がします。見守る立場の人は頑張ったママにぜひねぎらいの言葉をかけてあげてください。それではバイバーイ、バイバーイ。